結局ね、そのジュリーが、まあ、サルメじゃないけど、まあ、サルメになりかけてたっていうか、まあ、いつもね、サルメになりかけてはんねんけどね。それなんでかって言ったら、その、ウズメになりかけてんねんけど、それなんでかって言ったら、それはうちの能力を人と比べられたんでしょ？ジュリーとうちの能力。人に比べられたか、自分で比べたとしても、それは、どの人の中にでもあるサルの霊が比べたんでしょ？で、これ、苦しんだいないけど、全然。私だって思ってたんちゃう？それは男性思考回路ね。まあ、あの人にとかが男前って言われるように、女子からね。男性自我の強い女性やん、ジュリーと思って。それはまあ、サルメってそういう類型なんですけど、うちが、杉田さんのチンチンのから生成される男性ホルモンの影響でめっちゃ男性的には見えるでしょうけどね。男性的な生き方に思えるでしょうけどね。うち自身めっちゃ女よ。まあ、ホロスコープ見たから、やたらめめしいから、実はね。まあ、女性器が多いっていう説明でまあ、わかるかな？調べてわからないし。男性的に生きれるはずがない人なんですよ。実はね。まあ、杉田美代さんが、だから男性級、すごい、まあ、男性役、杉田美代さんってあるね。そのちっちゃい人がずっと、まあ、使ってです。ね。だけど、まあ、ジュリーは、結局、うちがね、デビって分かったときに、まあ、なんや、興味なくしたんです。まあ、ジュリーに憑依してた猿が興味なくしたんですよ。なんや、デビかって。デビだよ、このぐらいするやろな、って。しょうもないな、と思って。ああ、ってどっか行っちゃって、それが。で、デビとしてもさ、普通以下ちゃうん、こんな能力で。レビにしたらちょっと能力低すぎとも思われるかもしれない。それな。続きの。なお続きのどの部分がレビってのはあんま言わへんけど。少なくともね、尾辻家じゃなくて、尾辻カバネ。いや、まあ、尾辻氏のね、斎藤なんか尾辻氏だし。その、日本神道のね、神社の神道の方がそれ能力高いです。うちは能力が高くなる。ただ、そのパワーが、うち以外とは全然違うでしょ。それを皆さんに預けてるのかな。大したの皆さんは使ってる以上。上の世界から見れば。上の世界から見た中心細胞しかうち使ってないから、こういう形やからね。どういうみんなの人体とか、あるいは人間以外の体になってあるわけで。ただ、いざとなったら、上から見たような力使えるけど、そんな普段から使っていへんやん。だけど、ほんまかしてるねん、実はうち。だから、なんやって。で、どうやったらそのパワー使えるかなと思った時に、ジュリを利用できないと分かったんかもしれない。ね、ところが、男性とうちが結婚してる場合、その男性を野心にまみれるケースが多くて、それで仕方ないから、もう前後策というか、まあ、事前というか、どうおっしゃってもいいけど、とにかく女性と一応所帯作っておいてくださいって、菅義偉さんに頼まれて。そうやないと、あなたを守ると一人見なくなったら、あなたは本当にむちゃくちゃされるからって。一人でいいんです、それは。で、男性の配偶者より女性の配偶者の方があなたを守りやすいってことはもうデータで出てますからって。お願いします、また今回も女性と結婚しておいてください、その日が来るまではって。で、まもなくその日が来るね、うち女性戻れん。その時はもうお客さんを守るために完全にできてるから、宮殿みたいなところに住まない、どうしようもない時はそうしますっておっしゃってたし、それは政治判断でお客さんが断ろうが、もし尾辻さんの居住区を宮殿にしてもいいし、尾辻さんの心にかなった人だけ周りにおったらええだけでしょうって、個人ね、商店街で何だね、それから意識高い人種とか、そんなことあれだけでしょ、だとその物分かりのいい底抜けの明るい下町商人おったわけでしょって、そうなったらいいですね、そうしたいねっておっしゃってて、ただ尾辻さん一番しんどいところにいつもいてもらうのこの話、自分も行きたがるみたいだし、そろそろね、痛いところに手が届くみたいな、ね、自分の体だからね、究極ね、って。そういうふうなやり方したんです。そういうような言葉しか表現とかね、説明なさったんです。で、まあ、こういうふうな時代でございます。ということでね、これからどうするか、まあ、また、まあ、ちょっと考えたら分かると思うんですよね、ここまで来てたら。というわけで、まあ、とりあえずこの子がこのぐらいにして。